はい、ええー、お疲れ様です。早く成功したいんだったら、最初の一歩を早く踏み出すしかないですね。だから、今日にでもスタートしなければいけないんですけども、準備が整ったらやりますとか、今はこれこれが忙しくてできませんとか、そういうことでは成功は遠のいていくんじゃないかなと思います。まあ、なんせお金がなくて苦しんでるのに、お金を稼ぐの後回しにするわけですから、お金がない苦しみっていうのはずっと続くわけですよ。今日稼いでもう、今日からお金の苦しみからおさらばした方がいいんですけどもね。で、今回はですね、 本当に自分の行動を止めるものがどんなものなのかってことを考えながらすごくね大切なことなのに潰されてきた3つの例をお話ししようと思います1つ目は今私たちはインターネットのブラウザを自然に使ってますよねつまりいろんなことを検索したりとかねチャット GPT やったりとか YouTube を見たりとかこのインターネットの仕組みって実はね日本で生まれたんですよでもそれは最初に潰されてしまいましたウィニーって皆さん聞き覚えないです フファイル共有ソフトウィニーねまさにこれっていうのはこれを軍事利用ではなくって民間から開発した方っていうのが逮捕されて潰されてしまったわけですよでウィニーは危ないものだウィニーは使ってはならないっていうふうになりましたけどもそれを上回る共有ソフトは今ね普通にに無料で誰でで誰も使えるるよようになってるわけですよ、まあ、そう考えたらね一体当時のあのドタバタは何だったんだろうと思います 日本に生まれた優秀な技術者がなぜかいろんな権力か既得権益によって潰されたいい例ではないかなと思いますよね。非常に惜しいですね。あのウィニーの開発者。もともとインターネットはアメリカで軍事利用のために作られたものでそれが民間にだん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 出てきたってもんですけどもそんな背景がなくても日本人はあっという間に作り上げたんですよね。ウィニーってものこれは今のマイクロソフトとかそれからアップルとか。 こういったたもものよよりも前に作られたわけなんですよかなりねインターネット IT で先進国になるはずだった日本がこうやって後進国になってしまったと非常に惜しい話ですよねこれが1点目次スタップ細胞って覚えがないですスタップ細胞ねもはやこのスタップ細胞があれば全ての病気これは一掃されて場合によってはね、まあ、障害をお持ちの方とか精神に 何らかの歌詞を持っている方もこれによって解決するとか当然ですけども欠損した体の部品を作ることもできますスタップ細胞これもスタップ細胞は存在しないとして闇から闇担当されたあの女性の方は今パート従業員として時給850円で働いてるっていうそんな話もあるぐらい冷や飯を食わされてますとりあえずもう 社会のヒノキ舞台に出てくるこのスタップ細胞実は誰かがその仕組みを今でも持っていますそしてスタップ細胞を発表したあの当時本当にマスコミに先駆けて広めたはずなんですよあれも知らせることによってスタップ細胞という存在が闇から闇に潰されないためにあったのにそれ以上の力でスタップ細胞はなかったことにされましたねこれが2つ目の例です 細胞や医療で先進国になるはずだった日本もそのチャンスを失ったってことです。<coughs> 失礼しました。三つ目はね、まだ潰されてませんけども、1リットル10円から14円で開発できると言われているドリーム燃料、人工石油です。もはやこの人工石油があると日本は産油国になります。エネルギー資源大国になるわけですよ。しかもこの技術は日本でなきゃできないってわけじゃなくて、 ももっともっとと単純に世界中でできます。エネルギー問題で争うことはなくなるはずなんですけどもこれも今潰されようとしています京都大学の今中教授が発明してこの方はマサチューセッツ工科大学にも行かれていてそこでも博士号を取られてるらしいですよその後で帰ってきて京都大学の教授をやっていらっしゃってドリーム燃料を開発したんですよねでこれが今大阪市と共同で実証実験を行っていますそして別のルートトから、トイレーター自動車と エネオスも同じことをやってますさあ今回は潰されないでほしいなと思うんですけどね人工燃料もはや地地上ででで下を掘るることなく石油ができるんですよそうなると石油採掘会社は全部倒産しますそういった関連株も全部暴落しますその株によって恩恵を受けていた富を蓄積した人はその富を全部失いますだから全力で阻止するに違いないと思いますね 逆にこの人工燃料が世の中に流通して時代が変わったなら人工燃料の株式を今安値で買った方っていうのは今石油利権に預かっているサウジアラビアの王様ぐらいの富を得ることになるんですよさあ新しい富と既得権益の戦いがこれから始まりますそれではいってらっしゃい